はい、皆さんどうも、札幌吉本所属を打球に大林義弘でございますということで、本日はですね、ちょっと変わったことをいつものねゲーム配信ではなくてちょっと変わったことやろうかなと思って、今回こうやっておしゃべりしております、今日はですねなんと、11月大林が気になるゲームということで、こちらのゲームをですねちょっと11月に発売するゲームをなおかつ僕が気になっている、ゲームを、皆さんにちょっとご紹介しようかなというふうに思っておりますので、はい、じゃあまず1本目、ご紹介いきましょう。まず、1本目はですね、デスストランディングというゲームでございます。こちらは、11月、8日発売予定のプレイステーション4ソフトという形になっております。これなんで気になっているかと言いますと、今回このデスストランディングちょっと言いづらいねデスストランディングの、ゲームはですねこれ作ってる方、小島秀夫さんでございます。こちらですねまあ知らない方からしたらまあ誰っていう方もいらっしゃると思いますけども、こちらメタルギアソリッドって聞いたことありますか？皆さんありますよね。はい、こちらのメタルギアソリッドを、作った方でございます。でこちらですねもともとね、コナミで、やって働いてた方なんですが、まあそこから退社して、小島プロダクションという形で小島秀夫さんのプロダクションの方で、まあ今回のゲーム、小島さんが企画脚本監督ゲームデザインを手掛けるというものでございます。これで、ね、まあゲームシステムどういうゲームかと言いますと、まあデスストランディングは、ステースゲームとは違います。主観で進むこともできますが FPS シューターではありません。全く新しいストランドの概念を取り入れたこれまでにないジャンルのアクションゲームストランドゲーム、こちらソーシャルストランドシステムと呼んでいます。だからもうこれだけ聞くとね、まあ、どういうゲームなのかっていうのがね全く、わからないっていう状況ですね。いやでもね、このゲームは、まあ、新感覚のゲームの質なんじゃないかなというふうに思っておりますから、新しい何かを、この小島さんがね、見せてくれるんじゃないかというふうに思っております。でもね、このね、従来のゲームジャンルは、には、とらわれないと。まあね、こちらのね、今回、この主人公の、サム・ポーター・ブリッジズっていう、キャラクターがいるんですが、こっちはですね、ノーマン・リーダスさんが、まあ、主演という形で、参加しているということで、やっぱ、処刑にですね、はい、処刑に、そしてブレイド2の方で、出演しているということでございます。はい、こちらもですね、日本語吹き替えは、津田健次郎さんで、ね、お誕生日いましたね。はい、してくれましたね。本当にありがとうございます。いや他にもね声優さんが非常に、豪華でして、水木奈々さん、井上喜久子さん、他にも大塚明夫さんも出ております。スネークですよね、坂本真綾さん、大塚芳忠さんも出ております、はい、だからね他にもね三浦大知さんとか出たりとかね出ておりますから。杉田さんも出てますね。杉田智和さんも出てます。こちらの声もね、そうですし、やっぱこのゲームもどんなゲームなのか非常に勝てないとわからないという部分ですからね。非常に僕は、11月8日、発売のデスストランディング、めっちゃ気になってます。続いて、大林がですね、11月に気になっているゲーム、はですね、こちらです。11月15日発売になります、スターウォーズジェダイフォールオーダーというゲームでございます。こちらのゲームはですね、なんといっても、スターウォーズ、まあ、12月にね、映画も、準備しております。はい、こちらのストーリーはですね、ジェダイが滅びたスターウォーズエピソード3、シスの復讐の直後の舞台を、にした本物のストーリーを、背景に展開というのが、もう本当にちょっとつながりのある、ストーリー、ゲームならではの、ストーリーってことですね。
他、このね、スターウォーズ、ジェダイのバトルっていう部分がね、ちょっと気になって、やっぱこのね、スターウォーズのゲームのすげえいいところって、あのライトセーバー、フォース、こちらを使ったね、あの戦闘が楽しめるっていうのは、一番これがね、気持ちがいいんですよ。はい。非常に気持ちがいいんですよね。はい。だからね、こちらき、ね、ちょっと気になってるんですよね。他にもですね、こちら、主人公がですね、カル・ケスティス、本作の主人公。パルパティによるオーダー66を、生き延びたパダワン。まあね、もう、エリートですよね、これもまたね。なんかこういうね、ゲームの中で何が出てくるのか、誰が出てくるのか、だからその映画との、ね、リンクがあったりとかするのかどうかっていう部分が非常に気になったりとかしますし、あとはこのね、スターウォーズってやっぱりいろんなストーリーがあるから、スピンオフでね、いろんなストーリーがある、アニメだったりとか、いろいろとあったりとかしますので、このゲームもね、多分ね、もうめちゃくちゃでやっちゃうんじゃないかなっていうふうには思っております。こちらのね、やっぱり戦闘システムが一番、スターウォーズのゲームの一番の良さだったりとかしますから、ぜひ、もし、ね、気になる方は、見ていただ、やっていただきたいなと思います。11月15日でございます。はい、ということで、いろいろと、皆さんにご紹介いたしました。ということでね、今回ですね、こういう形でね、いろいろと、短い動画ですけど、ちょっと、おしゃべりさせていただきましたけども、これね、本当に喋ってるだけなんで、本ちゃん騒ぎとは言わないけど、ね、バタバタ敵を投げ倒してるゲームが、爽快感があって、すごい好きだなと思ってます。ストレスたまってるんですかね。ということで、今回、11月、の発売します、こちらのゲーム2本を、僕は、ご紹介しました。非常に、こちらの2本はね、非常に買いたいなと思っておりますので、はい、これがもしね、好評、この動画が好評だったら、スイッチ版だったりとか、スイッチからは今回は持ってこなかったんだけど、あえてね、こういうスイッチとか、分けてやるのも面白いのかなと思ったりとかします。もしよかったらね、チャンネル登録、そして、高評価、高評価ください。一番ね、コメントください。はい。コメントくれたら一番、意識調査ではないんですけど、やっぱ、こういう感じで見てくれてんだなっていうのがわかるので、はい。ぜひぜひ、こちらの方もよろしくお願いします。それでは皆さん、本日もありがとうございました。また明日。